な御朱印。やったね、海野くん、御朱印ゲット。あ、それじゃあ海野くん帰ろっか。本当に御朱印だけだった？うっそ、マジ？確かに言ったわ、海野くんもらってもいいってね。そんな人この世にいたんだ。いやありえないと思うな、きっと寝ぼけてただけだと思うんだよね。だよねだよね、陰キャガリベンブワイソム神経のお兄のことなんて好きなわけないよ。お兄は一生勉強してれば満足なんだから。駅が閉まってる。海野くん、どうしよっか。ここはお任せください。まずは落ち着いて電車を探しましょう。海野くんが落ち着こうか。困ったね、東京までのバスなんてないし。嘘だろ。やみそうにないね。うん、考えろ、考えるんだ海野くん。これからどうしよっか。